平成30年度社会保険労務試験を受験された方、お疲れ様でした。フォーサイト専任講師の加藤です。思うように力を発揮できたでしょうか私たちもね、実際にね、こう問題を解いてみました。はい、そこで選択式、A、ですけれども、まず労働基準法ですけれども、A と B の空欄。まあこれはね、ちょっと皆さん予期しなかった問題かもしれませんね。 まあ本当、基本中の基本ですよね。もう確実に取らなければいけないというね、えー、ものになります。はい。それと C ですけれども、まあこれはね、あのー、判例からの出題ですが、まあこれ、選択肢を見た場合、まあそれほどね、難しいとは言えないところになります。まあですから、あのー、この C は C のね、空欄についてもね、えー、なんとかね、回答できるのではなかろうかというところになります。で、労働安全性法ですけれども、まあこれ、 意義、e、の空欄については、あの、もしかしてね、ちょっと厳しいところはありますから、できなかったとしてもいた方ないところです。ただ、あの、D の方はね、もう本当、定義ですから、確実に空欄を埋めたいところです。そのようなレベルですので、労働基準法と労働安全性法については、基準点の引き下げの可能性は極めて低いかなというね、ところになります。 はい。で、その次、労働者災害保障保険法ですけれども、まあ、これ特別加入からのね、まあ、出題でして、まあ、ある意味、こう、基本的な事項からの出題ということになります。まあ、空欄によってはね、ちょっとどれかなって迷ってしまうところもあったかもしれませんけれども、まあ、レベル的にはそれほど高いものではありませんので、まあ、このところも基準点についてはね、まあ、3点。 まあ2点に引き下がる可能性っていうのはまあ、かなりね低いという風にね。考えていいかと思います。はいで、その次に雇用保険法ですけれども、もまあ、雇用保険法はもう本当傾向通りの出題。 でして、雇用保険をね、このところね、まあ法、法律の条文からのね、まあ、出題っていうのがね、えー、かなり多くなっております。まあ、ですからね、えー、平成30年度についても、その条文をね、こう引用した形での出題でして、で空欄になっている箇所、もう雇用保険はね、あの、この数字のところを空欄にしてくるっていうね、もう頻繁にありまして、まあ、今回も、あ、また空欄は数字だっていうようなね、えー、ところです。で、あくまで、 これらの数字についてはね、もう本当基本的な数値ということが言えますから、まあ、あの、ある程度ね、埋めていけるだろうと思われるんですけれども、ただ、あの、過去においても雇用保険法こう、数字の空欄がね、たくさんあった場合、受験生の得点がこう伸び悩むってことがあるんですね。まあ、そのために、基準点が下がったということが、あの、過去に何度もあります。まあ、それを考えますと、それほど難しい。 かしくはないんですが、もしかしたら、ここはね、あの、基準点が引き下げられるかもしれません。はいで。その次、労務管理、その他の労働に関する一般常識ですけれども、えー、A と B、えまあ、これ、統計からのね、まあ、出題ということで、まあ、あのー、このところはかなり厳しいところです。まあ、多くの方がね、まあ、ほとんどわからない。 ま、当てるしかないかなっていうようなね、えー、出題だったかと思われます。まあ、ですから、あのー、正解できなかったとしても、いた方ないところはあります。で、そこで C と D なんですけれども、まあ、これ C の空欄ですよね。まあ、このところが、あの、次世代育成支援対策推進法。 であるっていうこと。これが分かったか分からないかということですけども、まあこれ分からないとね、D も連動してしまうなんていうことを考えられます。で、C と D、ここはね、取っておきたいところなんですね。えー、ここ取れないとかなり厳しい状況になってしまうかもしれません。で、えー、E の倉ですけれども、まあこれあのー、答えとしては、従業の生産年齢人口なんですけれども、 えー、勘違いをしてしまって、まあ、労働力人口とかをね、入れてしまうなんていうことも考えられるんですが、できればここは正解したいところ、o、です。で、まあ、問題のね、レベルから考えますと、このところはね、3点確保、かなり厳しいところがあります。まあ、それを考えますと、まあ、この論文化にその他、労働に関する一般常識について言えば、基準点が2点に下がるね、可能性かなりあります。 はい。で、その次に社会保険に関する一般常識ですけれども、まあ、いずれについてもね、もう基本的な問題で、えー、B 以外はね、もうあの、条文からの出題というところになりますので、まあ、できればね、確実にね、得点をしておきたいところでして、で、えー、B のところについてもね、まあ、あの、これはあの、条文ベースではありませんけれども、自動手当の額ですが、まあ、この辺はもうんと基本というね、ところになりますから、まあ、うっかりね、あのー、いくら一人当たりの額をね、 いしなければ正解を、ね、出せるかと思います、まあ、ですからね、このところはね、しっかりとね、得点を取っておくっていうところがね、必要となってくる科目になりましたので、まあ、基準点3点以上というね、うことになるでしょう。 はい。で、その次に今度健康保険法ですけれども、えー、まず問題文の1ですけれども、まあ、これはね、ほんと基本的なあ条文、第2条からのね、まあ、出題で、皆さんね、もうしっかりと知っている条文なんですけれども、ただこの空欄、それと選択肢から、意外と埋められない。 正しいね、選択肢を選べなかったっていうことがね、あり得るかと思います。で、D と E、これも本当基本中の基本なんですけれども、空欄が例えば42日とか56日とかね、だけではなくて、それの前の部分、囲碁とかね、 以前とか、まあそういう言葉まで、ね、こうクーラーの中にね、こう入れていくようなね、形になっております。まあそうしますとね、このところちょっとね、えー、うっかりしたミスをしてしまうなんていうこともありそうです。まあただ、ここはね、しっかりと届かなければいけないところなんですが、まあそのようにね、ちょっとミスをしてしまう方とかがね、多かったりしますと、もしかしたらなんですけれども、これね、あの、基準点が下がるなんていう,うね、えー、こともあり得ます。 はい。で、その次、えー、厚生年金保険法ですけれども、まあ、いずれにしてもね、えー、これは、あの、条文ベースの出題でして、A のくに関して言えば、このところはね、もう、卓一式で過去に何度もね、えー、論点にされているところですから、まあ確実にね、えー、正解したいといえばね、正解したいところです。 で、えー、問題文の2、積立金の問題ですが、まあ、このところもね、積立金に関して言えば、過去にね、選択式で取材された実績もあります。ま、クーラーはね、違っておりますけども、まあ、そういうことを考えて、考えると、まあ、この辺のね、えー、クーラーになった箇所についてね、まあ、正確にね、押さえとかなければいけないというね、ところがありますので、まあ、多くの受験生は、それなりにね、埋められたかと思います。まあ、あの、D と E も含めてなんですけども、ただ全体として、 これ、知識がいずでもね、ちょっとこう、曖昧であったりしますと、選択肢を見て迷ってしまうで。迷った時はね、なんとなく間違った方を選んでしまうってことがありがちなんですよね。まあ、そういうような形で、ちょっと間違いが多くなってしまうなんてね、受験生もいるかもしれません。まあ、そういうのね、状況があった場合、まあ、受験生の状況によりますけれども、もしかしたらね、基準点が下がるっていうこともね、あり得ます。 はい。で、その次に最後の科目、国民年金法ですけれども、まあ、あの、いずれにしてもね、それほど難しいというね、えー、ところではなく、例えば A の空欄について言えば、これはあの過去にね、択一式で論点にされたところです。で、それとの関連で B の空欄ですけれども、ここはね、若干難しいかなっていうね、えー、ところはあるんです。まあ、選択肢の中から選べなくはない んですけれども、さすがにここまで抑えていないっていう可能性もありますので、場合によってはね、B の空欄。まあ、これはね、あのー、できなかったとしても、いた方ないっていうところがあります。で、C の空欄ですけれども、まあ、こ,のこの部分については、あまあ、選択肢を見てもらうと、まあ、入りそうな言葉がね、かなり限定されますし、まあ、それほどね、難しいところではありませんから、まあ、正解できるかと思われます。 はい。えー、それと、D と E について言えば、老齢基礎年金の支給の繰り下げ。まあ、ある意味基本なんですけれども、えー、E の空欄ですよね。まあ、このところがね、かなり長い空欄になっておりますので、あのー、もしかしてね、あの、正確な知識がなくと、ちょっとしたね、ミスをしてしまうっていうことで間違えるっていう可能性もあるかと思います。あの、長いね、 ごく、まあ、こう、レクーラーになっておりますと、分かっているんだけれども、ちょっと勘違いしたとかね、そういうミスをしてしまうことがありますので、まあ、その辺が、あのところが、まあ、多くの受験生でね、間違えたかどうか、多くの受験生がね、しっかりとした知識を持って、 ていれば、まあ、基準点は下がらないんでしょうけれども、こうミスされる方とかね、正確に覚えてなかったなんていう受験生が多いと、どうしてもね、えー、全体的な得点が下がってしまうことによって、まあ、基準点がね、引き下がるってことがありますので、あの、基準点の引き下げに関して言えば、全くないとは言えませんけれども、まあ、下がる可能性は、まあ、は低いようなね、えー、ところになります。 はい、えー。で、まあ、全体的に見た場合なんですけれども、あくまでも、あの、現在、あの、受験生の状況全く分かっていないところになりますので、問題のレベルっていうね、ところからになりますけれども、前年度をですね、えー、の問題との比較からか、比較した場合なんですが、まあ、同じ程度か、ややね、えー、ちょっと上がるかなっていうね、ところでして、25点前後ではなかろうかとね、えー、思われます。 はい、えー。ということで、ね、選択式について、ね、お話ししましたけれども、あの、択一式について言えば、また別にね、お話をさせていただきます。